はい、どうもこんにちは、ピアソンです。今回ですけども、今日のアップデートですね、第五人格において料理が追加されたらしいということで、まあちょっとそれ何なのか見ていこうかなと思いますけども、他にもね、アップデート内容見ていこうかなと思うんですけど、料理っていうのが追加されて、それがですね、この事故の、まあ魚畜の鏡だね、この巨漢のこの、使うそのキャラクターを変更するとこで、変えれるらしいんですけど、ある料理これか、はい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 、サバイバーハンターレコードときて、料理なん何これ、牛乳、目玉焼き、パン、チーズ、何これ、なんか、なんちゃらピノノワール、すごいです、お酒の名前あるかな、で、海鮮リゾット、唐辛子ソース、ソースステーキ、チョコレート、これチョコレートですか、本当に、わー、チョコレートブラウニーかな、多分。はい、ということで、あ、しかも待って、これ、ハンターもある、これがサバイバーのやつで、しかも何これ、料理をシェアって、何料理をシェア、ランダムメニューを採用で、これが、ここを見ると配膳説明、これはゲームに参加する前の最後の晩餐ということで、これを、装備するとマッチング中にそのなんか、自分のキャラクターに料理を運ぶことができるらしいだよね。これすごいね、待機ホールで感謝とか巡視者をタップすることによって、まあ、これができるらしいということで、これが、ランダムメニューで、マッチングごとに1回だけ料理を運ぶことができる。でサポートされているモードがランダムマッチング、ランクマ、カスタマイズ戦の通常モードのマッチングということで、なるほど、まあ、とりあえずこれでちょっとじゃあハンターの方見ていこうか。はい、あ、でもあ、ハンターの方この辺は一緒だな、パンとかチーズとかその辺は一緒で、チーズ、あ、じゃあソースステーキと天ぷら天ぷらすごい和風なやつ来たな急に。まあということで、まあ、これがあれですね、まあ、今回のアップデートで追加された料理ということで、まあ、一応とりあえずこれ携帯、まあ、ランダムメニュー採用しとこうかな。これにしとくことによって、まあ、ランダムでね、まあ、毎回何かしらが運ばれるということで、これどうやって増やすんだろうね。噂によると、あの、金リンゴのやつ。あれとかでもなんかもらえる料理があるらしい。ということで、あとそれとプラスで今回アップデートできたのが、こちらですね、2022演劇の星解放。これで、なんですね、この演劇の星っていうこのキャラクター人気投票。これで、いつもね、SSR 衣装が、あの、追加されてたんだけど、今回は UR 衣装がなんとね、追加されるということで、これ、自分が投票していくことによって、その、どの衣装が決まっていくんだけど、これ投票権がね、いっぱいありまして、この投票権っていうのが、なんとね、その課金のこの霊感によって、さらに追加で投票することができるみたいなことがあるんで、なんかそれで結構課金すると有利、自分の欲しいキャラクターの衣装をまあ投票できるみたいなのがあるらしいということでさ、これが、あ、投票、今これ結果が多分今アップデートが終わって本当に10分後とかなんだけど、さあこれ、あのめっちゃ投票来てるけど、すごいあれだな、なんかあれじゃない、すごいグレイスめっちゃ多くなかった、グレイス5800、めっちゃ人気じゃん、へえー、なるほど。あ、でもあれだな、今までの勝者、こっちのジョゼフとか、血の女王とかっていうのは、選ばれてないっぽいですね。はい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 、はい。で、こっちが、サバイバー。サバイバー誰が人気なんだろう。はい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 。あ、墓守すごい人気。オフェンスも人気にはなってるけど。さあ、今んとこ、墓守がめっちゃ人気だ。あ、でも少女めっちゃ人気だ。少女、画家、まあ、昆虫学者、ポストマン、あ、患者も人気。あ、でも、森林も人気。まあ、結構サバイバーは、偏ってるかな。でも少女は結構この中では群を抜いて人気になってそうな気はしますね。あ、でもなんかあれだ、今までの少女は投票できないんで、あれだね、一旦今回の投票で、受賞してないキャラクターがとりあえず選ばれてっていう感じになりそうですね。あ、俺が言ってたのこっちだわ、この最高演劇、これです。一旦こっちの演劇の星いつも通りのとき選ばれて、その後に5月1日からこの1週間限定投票が行われるやつが、あの全キャラクターの中のオールスターの中で一番人気なキャラクターを決めて、その中で1位になったキャラクターが UR 衣装が出るっていうやつですね。まあ、それが本当楽しみだね。まあ、今回の演劇の星も楽しみだけど、まあ、これが終わった後に、まあ、その最高 UR が出るということです。さあ、とりあえず料理のやつなんですけど、とりあえずカスタムのこの通常モード、これでも運べるらしいんで、ちょっとじゃあハンター側で最初に入ってみようかなと思います。さあ、どんな感じなんだろうな。さあ、これで、おはいるでか、巡視者、はいはいはい、配膳機能解放、これで料理セットできる、押してみますよ。はい、料理なし、あ、なんか料理ないらしい、俺ランダムにしたかったっけ。あ、なんか料理設定しないとこうなります。なのでちゃんとハンターの方も設定しましょう。俺サバイバーしかさっき設定しなかったっぽいわ。じゃあもう一回ハンター設定していきます。はい、今度こそ選んできました。いきますよ。さあ、ここポチッと押すと、あ、来た、これ今ランダムにしてるんでいきますよ。ポチッと押します。はい、おお、
運んでた。これどこに運ぶの？え、どこ？あー、持ってきた。かわいい。あー、これでハンター待ち時間30分暇つぶしできるわ、これは。かわいい。あー、で、ここしたら、あー、かわいい。あ、落とした。なんかめっちゃなんか、お前が食べるんかい。っていうのが、まあ、今回の機能となっております。うわ、これいいな。しかもね、これなんとすごいことに、そのハンターのキャラクターとかサバイバーのキャラクターごとにこう好き嫌いっていうのは実は決まってまして、それがちゃんと反映されてるっぽくて、今多分アンが嫌いだったから食べなかった、多分好きなものを運んできたら多分それ、このハンターとかサバイバー食べてくれるんじゃないかなと思います。なるほど、面白い。これで多分好きな食べ物、嫌いな食べ物ってそのキャラクターのその元々の情報で決まってたはずだから、多分それも、まあ、今後ね、いろいろ追加されてきたいろんなメニューとかが反映されてくるんじゃないかなって予想はしております。じゃあ次サバイバー見ていこうかなと思います。さあ、来た。これですね、これ。配膳機のサバイバー側はこんな感じになって、感謝が机に生えてる。やだな、机のに感謝入るの。じゃあ押しますね。さあ、料理をシェア。サバイバーどんな感じで持ってくるの。おー、感謝。そんな歩けるんかい。じゃあ試合中もっと歩けよ。さあ、あれ、あ、なんか知らない間に出てた。目の前に目玉焼きありました。全然見てなかった。持ってきたの。じゃあ押します。さあ、食べるのか。さあ、お前食べるのか。あ、嫌い。目玉焼き人気な。あ、でも、あ、いらないいらないってするだけで、あれだね、感謝が食べるってことはなさそうですね。はい、といえばこんな感じになっておりますが、まあ、これがサバイバーバージョンということで、まあ、せっかくだったらね、なんかサバイバーで遊んでいこうかなと思います。さあ、マッチングしました。これ料理をシェアできるんです。あ、来た、これだ。さあ、押して、これで、さあ今回は何の料理持ってくるんだい。さあ、パンだ。パン来た。やった、俺んとこ来た。で、これ他の人にもね、シェアだから他の人の机にも配膳されるはずなんですけど、今んとこ配膳されてないか、多分他の人が料理を受け取るみたいなボタンを多分押したりしなきゃいけないのかな。なんかあれ、俺んとこにしか料理ないんですけど、多分そもそも他の人は多分まだ料理の設定しないっぽい。あ、来た、カーボーイ。今、ちょっと待って、カーボーイ、あれだ、料理持ってる。あ、こんな感じでみんなご飯食べるんだ。かわいい。これサバイバーでみんなでご飯食べるのめっちゃいいじゃん。はぁ、こんな感じで見えるんだね。さあ、遊んでいこうかなと思います。中華街ですね。で、今んとこ料理をね、結構いろんなキャラクターにもいろんな料理食べさせたりはしたんですけど、まあ俺のね、たまたま運が悪くて全部嫌いな料理を食べさせようとしてしまったのかはわかんないんですけど、さあ、ウィルだ。意外とね、みんなでね、料理食べてくんないのよね。今んとこ俺はまだ料理を食べるモーションっていうのがまあ存在するかわかんないんですけど、まあ、見たことはないですね。だから本当にね、多分ね、俺嫌いなものばっかあげてんだと思うわ、サバイバーとかハンターたちに。まあっていう感じでね、まあちょこっとね、これ今アップデート来てからほんと30分ぐらいで今撮ってるんで、まだまだ、まあ、いろんな種類試したいなと思ってるんですけど、まあ、もしね、いろんなこういうモーション見れたよとかっていうね、人いたらぜひコメント欄で教えてください。今んとこ俺が見たのは、そのサバイバーもハンターも、いや食べないよみたいな感じで言って、サバイバーはその前に料理を置いとくだけで、ハンターはなんなら巡視者が食べるっていうモーションしかまだ見てないですね。さあ、オフェンス追いか。まあオフェンス追いだったら、まあ希望つかな。でもこの構成、カーボンオフェンス、まあ、これに対して興奮を使わないなんてことはあるのでしょうか。さあ、おー、タケチュンだ、タケチュン来た。あー、ビールやだね。まあ、ただここだったら、まあ一本目のハリー不要が遅れれば、まあなんとかなるんだけど、さあ、このウィルチェイスはもうとにかく相手に回るというよりも、相手の後ろにぴったりくっついていくような感じだけど、それはうまい。それされちゃったらどうしようもないから、ちょっとずつ強ポジに移動したかったんだけど、それが裏見てた。2本支えたら、ここからね、アイテム使っていこう。さあ、1本使う。はいはいはい。いやー、これ1個でね、この最強2階建てに入るのはマジでかい。まあさすがに俺追ってきてるね。オッケーオッケー。さすがに超高校だねか。じゃあ、こっち側行こうか。あ、でもこれ上に罠置かれたら落ち着くか。罠置いた、これ。置いてな。あー、危な。罠設置されるとこだった。まあじゃあ、ここ、いた倒したら多分鬼没で死ぬんで、もう鬼没使えない距離感でもうずっと距離値するわ。あー、やばい。ウィルも反対側のとこから落ちてきてるわ。まあこれ、鍵爪もう一個使って、どっちだ。あ、危ない危ない。しっかりとね、罠の軌道を見ながら避けていって、まあここをちょっと早めに使うわ。ここで使っていって、さあ、最後使って罠2個目使う。これ罠2個使ってるから、今多分まだ、罠ないはず。ここで、よいしょ、まだ中で。あー、オッケー、あー、そうか。傲慢か。いや、いいね。ノーダメージで傲慢の時間まで耐え切ったってことは、相当回復回ってる。カーボーイが7割回ってて、で、兆候が新規回しててって感じかな。んで、今狙われてる。ここ一旦カーボーイに治療もらうわ。よし。あー、また来た。また俺ですか。もうお願いよ。今アイテムないんよ。あわよくば、箱はさらっとしたのにな。さあ、どうしよう。ここ、意外とね、ここってね、ウィルドライブ難しいんだよね。知ってるわ。俺もここ難しいなと思いながらウィル使ってたからさ。
さあとこ出してきたんで、こっち上上がるふりしながら戻る。まあいいや、とりあえずこれでちょっとでもね距離稼ぐことに成功したんで、そこでもう一回この板を使って逃げていくと。あーお願い、もうこれ確実にダウン取りに来てるわまあ鬼没だろうな、鬼没かな、わかんねえな。とりあえずちょっとでも離れながら、どこだろう、オフェンスの場所わかんねえな、この辺か。あー最悪、そんな入るつもりなかったのに当たっちゃうかこれ。あーまあ仕方ない、ごめん。鬼没使ってあげられたらね、もう心置きなく粘着できたと思うんだけど、ワンチャン興奮かもな。興奮臭いけどこの餅、あ興奮ではないかか、ただ単純に警戒してなかっただけか。まあさすがに、いやー惜しい、それはごめん、鈍化食らってしまったんだわ。まあ一応ここでダウンすれば近場にいたもあって読み合いもできるし、多分粘着はしやすいはず。一発食らう、いやーこれ鬼没だったとしてもきついなって、普通に鬼没だろうな。いやーどうだ、さあまだ粘着してくれるものの、追っていって鬼没でダウン取られそう。大丈夫かオフェンス、結構ここでダウンしてしまうとペース崩れる。今二人でね粘着してくれてる。あ危ねえ、ナイス読み勝ち、いいね。二人で粘着してる分、ちょっとラスト1台の体力がかなり遅いんで、そこだけちょっと不安ではあるけど、頼む、オフェンス頑張って粘ってくれ。まあ、その間に俺起きれるわ。じゃあ別にオフェンスダウンして釣られてもいいや。ここで起死回生生えちゃうと、ダウン放置っていう地獄が始まるんで、あーはは、ありがとうありがとう。さあ、おー、追ってくるんだ。なるほど、オフェンスはない。さあ、とりあえず俺を追って、あー、これ、うん、ダウンします。はい、オッケー。まあ、ここで、使ってくれたんだったら、まあその後頼む、強すぎこれ。オフェンス粘着終わったと思ったら、そっからカーボイ粘着入ってくる。わあキャリー始まったこれ、これ普通に、あーナイス、いいね、速攻であえて取っていく。さあここで、あーもうごめん、これはさすがに死ぬわ。あーナイス、あーもうなん、どうなんだこれは、いいのか。まあ普通にここで超高1台分上がりきって、残り1台どうするかって感じだけど、俺まだ追ってきてる。さあそこでとりあえず板破壊される前に加速使って、あーこれは、あーどっか行った、あー最悪なチャット打っちゃったこのさん、そのチャット打った瞬間にタゲチェンされるのすごい嫌じゃない。もうそれによっておいおいハンターこっち来てるじゃねえかってなりがちよね。もうそれ一番サバイバーやってて申し訳ないなって思いながらチャット打ってるわ。これ一旦ね立て直ししないとまずいんで、多分釣られてもう一回戻ってきてみたいなことになると思うんで、ちょっとカーボイとオフェンスも回復して、あもうこれカーボイ行っていいよ球場、行ってくんねえかな、行ってくれて、その間に俺たち二人で立て直しして、新規一台こっち側で回して、で、その間向こう側行ったら、みたいな感じになんねえかな、大丈夫かな。ワンチャン場所によったら半分超えそうではあるけど、まあ最高フェンスもいるし、まあなんとかなるか。あ、めっちゃ遠いこれ。これ半分超えるだろうな、めっちゃ縄加速使っていけばワンチャン間に合うか。さあ左右なのでしょうか。さあ乗り越えて加速はして、あー、キーパス持ちか。じゃあこれは半分は超えてしまうけど、いやー俺多いか。まあで俺多分ダウン取って、でこっちで釣って、で超高戻って、いやこれ普通にやばいな、引き分け取られるな。そうだね、ここでオフェンスがもうちょっと粘ってくれたらワンチャンあるマジで。あまあでも多分ねボールもうあんまないんだろうな。いいよいいよ、まあそれで確実に救助来てもらって。でも多分ねこれ超高半分超えてるから戻るだろうな。うわ最悪、かわいそすぎる。この飛び角の状態で指名手配はもう地獄だな。もう早く救助してもらって、もう俺たちで兆候が飛ぶ前に回しきるしかねえ。まあでも解読加速も来てくれてるし、ワンチャンあるからさ、1本付与されて、で開いて、あ2本、あ終わったもう頼むカーボーイ、あとはお前にかかってる。カーボーイがうまーくなんとかここを上げきる。残り30秒まあ20秒ぐらい粘着してくれれば。ナイス上がるぞこれ、うまい。あのカーボーイちゃんとなんかハンターも下ろしたりしてるのに、ちゃんとその読み合いに勝って全部取ってる。で、しかもカーボーイが鬼没してる、鬼没ガードしてる。さあマジである。で入れ替わった。でこれ入れ替わってダウンする頃には通電するわ。 OK、 これ通電してもいいけど、入れ替わってタイミングで通電させたいな。あオフェンス、まあこれ俺がしてあげたいけど、はい、あこれ C よ。あはい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 、あー来てるわ、あーこれ来てます。さあただこれは俺チェイスになりそうなんで、まあ俺はまだ1釣りなんで、まあ長考よりは本当になんとかね。でオフェンスがどっか行ってる、まあここでチェイスを伸ばしてあげるわ。あうまい、その加速で入るやつ、これね死ぬね死ぬね。はいはいはい、いいよ、しっかりと避けて、はいはい、いいか呼び勝ち。これ2枚とも倒して板割ったらでいいか。さあ、めっちゃそこなんかゲートポチポチしてる音がする。そこ開けてんのか、オッケーオッケーオッケー。じゃあここ板割ったら多分加速で逃げれるわ。オッケーオッケー。カーボイこっちがいいのかな、オフェンス、あーなんか行くかった、ごめん本当にごめん、許して。あ許された、これ許されてるか。これは確実に罠の、多分クールタイム待ってんのが、あいカーボイ取って、俺のこと取ってお願い。あーでもこれは、あーこれ取ったら俺多分死ぬあナイスナイスナイス、いいよ
さあ、とりあえずこれでカーボーイ負傷してて、あ、めっちゃ向こうってる。いよいよ時間稼いで、俺がこのトゲ抜く間に頼む。よしよしよし、いよ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 。さあ、二人とも食らってて、もうちょい、もう一発ぐらい、もう頼む、行ってくれたら、これトゲ抜けれるから、トゲ抜いたら4逃げだ、これ。はい、抜けた、よし。これは4逃げもらったんじゃないか。そこ、板乗り越えさせてほしい。お願い。よし、OK。板乗り越え成功。さあ、この加速で、やった、4逃げだということで、今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。